やっちゃうよ、大丈夫です。ということで、今日もやっていくんですけど、今日はね、フォーチュンに、とりあえずライドラを、今ね、やっぱライドラのね、メタカードはね、いろいろ言われてるんですけど、今は、はっきりと言ったライドラのメタカードがなくて、ライトニングぐらいかな。そう。結局ライトニング、今、ライトニングを入れてるデッキにもライドラが入ってるんですよ。なんで、結局もうライドラのメタカードはライドラみたいな感じになってるんで。なんで多分マルチで、このままね、月1、見習い親衛隊の時みたいに、その加法されないとね、ライドラが多分、そのマルチで溢れ返るんですね、今シーズン。特に、時間も空いて乾燥してる人もね、多分めちゃくちゃ増えると思うんで、なんで、とりあえず、ライドラをね、あ、ちょっと待って、音確認出て、音出てる。OK。ライドラを引いていきたいと思います。フォーチュンで、あと、163枚なんで、まあ、2枚目はあればね、足りるかなって感じだと思うんで、乾燥するまで引きたいと思います。ということで、いきましょう。まあね、そうですね、昨日、もう、そのね、その、あれしたね、前の動画でどこまで行ったっけ、覚えてないんですけど、ラウンド1行ったってことは言ったと思うんですよ。起きた。ラウンド1行って、めっちゃもうリフレッシュみたいな感じで、めっちゃね、運動してきて、もう腰と、なんだろう、背中も痛い。なんかもう最近全く運動しなくて、それで、どんどん引かないとな、これやばいな。全く運動しなくて、それでもう本当にね、めっちゃ腰が痛いんですよ。腰っていうか背中が痛い。背中も痛いし、ボウリングやって4ゲームしかやってないんですけど、ちょっと右腕も痛いし、もうね、やばいですね、ちょっと。おしおし、来た。いいよ、いいよ。さてはあんま外れない？いいですね。いいよいいよ。OKOKOK。そう、それで昨日やったのは、最初にカラオケちょっと行って、その後生け唾のね、うまい歌を聴いて、ふーってなって、その後ね、どこ行ったんだっけな、卓球やったんかな。そう、みんなで卓球を、ほんとどんくらいだろう、1、2時間、2時間ぐらいやってた気がするな、多分。もう無限にその負けた人が交代っていうのを5点マッチでやってて、みんなマジで同じぐらいやったんですよ。そこそこ。俺が結構ほんと高校とかだと、卓球部以外だったら結構トップクラスだったんですよね。まあレベルが低かっただけかもしれないんですけど、だから普通にめちゃくちゃ自信あったんですけど、周りのなんかイケツバも結構できるし、テンちゃんもね、テンちゃん絶対できないだろって思ってたんですけど、普通にできるし、マジで、あれでしたね。みんなほんと同じぐらいで、で、まあ、後ほどね、ツイッターに、動画とかあげようかなって思ってるんでね、ぜひ気になる方はね、ちょっとツイッターも、あれ、確認してみてください。あのね、その、なんだっけ、ビリヤード撮ってないか、動画。ビリヤード撮ってない、卓球だけかな。卓球だけの最後の俺とイケツバの、格付けのね、てんちゃんが最後の、今日の格付けしようぜって言って、最後、一番最後に10点マッチでやったんですよ。それを、てんちゃんが負けて、最初ね、てんちゃんとイケツバやって、てんちゃんが負けて、俺とてんちゃんがやって、てんちゃんが負けたんで、俺とイケツバでね、うわっ、頂上決戦だなっつって、その動画をね、撮って、多分ツイッターにね、後ほどあげると思うんで、てんちゃんが。なんで見てください。あと、ボウリングとかもね、結構いい感じの格付けができたんで、俺にとっていい情報しか写真撮ってないんですけど、最初は、イケツバに最後の最後で抜かれて、俺その写真は撮ってないんですけど、チッつって。撮ってないんですけど、中盤のね、なんか俺が1位の写真だけは撮ったんでね、まあぜひ見てください。ボウリングはね、割と得意なんですよ、本当に。なんでね、まあ言うて高校の頃から、ランドワンとか行ってる人はわかる、なんか、30回行くとゴールド会みたいになるんですよ。ランドワンに30回行くとゴールド会みたいになって、高校の頃ね、1回なってて、そうそうそう。だから本当になんかめっちゃ行ってたんですよね、マジで、高校の時は。で、みんなで本当に行って、なんかもうだからバイトして、なんかもう週4ぐらいでバイト入れるじゃないですか、高校の時は。その部活引退した後ね。で、バイト行って、もうバイト、バイトボーリング、バイトボーリング、バイトボーリングみたいな感じで、3年ってマジ授業も少なくて、もう、なんか就職とか決まって、俺工業高校だったんで、就職とか決まってもう、上がりの人がいっぱいいたんですよね。そうそう。なんでもう、遊び散らかしてて、だから高校の時めっちゃボウリング行って、最近はね、結構久しぶりだったんですけど、やっぱね、やると楽しいですね。てか、卓球が楽しかった。やっぱ運動して、運動したいですね。俺バドミントンとかもやりたかったな、普通に。
めっちゃ出るな、アイスウィザード。いらないんだけどな、普通に。よいしょ、そろそろ乾燥するかな。おし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 、めっちゃ出るな。よいしょ、おいしょおいしょ。今回またこれウルトラレア出んじゃない、また。いらないけどな、マジ。全部乾燥してるんですよ、俺ウルトラレア。これウルトラレアあれだな、普通に欲しい人と相互でやった方が、なんかアイスウィズ出るたびに、はい、あげるっつって渡した方がなんか得になりそう。あと何枚だ、あと2回当てれば。早えな、俺がバコバコ引きまくってるからか。早いですね、割。うっ、ちょ、やばいやばいやばい。大丈夫、さすがに大丈夫なの。あと2回、6000円あったもんな。さすがに大丈夫なはず。オッケーオッケーオッケー、あと1回。よいしょー、よいしょ。ちょっとスクショ撮るんで、マックスになったら。あ、いいや。うそでしょ。あ、いいや。マックスレベル上げるときにスクショ撮るか。よいしょと。はい。これで。いやー。オッケー。13レベル。はいはいはいと。一回ね、これちょっとツイッターに上げとくんで、後で。よいしょ。ってことで、まあね、ライドラ完走したんですけど、そうですね。まあこのデッキかな、今のところはこのデッキかな。昨日撮った動画で、今日上がるのか、今日だからペッカペッカになっちゃうんですけど、まあ、でも前撮った動画はね、まあそれペッカが主なあれではないんで、まあ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 させてくださいっていう感じで、とりあえずこれで、あれですね、ライドラマックスになったんで、グラチャレ12勝して終わりでいいかな。そう、後でこっそりみかんさんと当たったリップをね、解説しようかなって思ったんですけど、グラチャレって同じクランにいても当たるんですよ。マルチは当たんないんで、当たりそうな、ほんとポノスは終盤マルチ当たるときみんなトレハンに集まってマッチング余計してるんですけど、上手い人とかも本当に、なんだろう、一回トロ高い、なんだろう、展開以上、前俺がいたスターエリートってクランは6700以上みたいな感じで終盤ね、そのクラン作って、もうその人たちの集まりを作って、そのなんか、まあ、スナイプする人もいたりだとか、まあ、俺はただ、その、あれなんですけど、スナイプする人がいたりだとか、マッチング余計、上手い人と当たりたくないからそこに集まるみたいな、そういう人もいて、あとは、普通に7000超えの人がめちゃくちゃいたんで、なんか単純にね、自分より、自分と同じデッキ使ってて、自分より上手い人のプレーを見たいとか、そういう人が集まったりしてるんですけど、なんでも割となんかグラチャレは今日マジで俺、てんちゃんと当たったし、みかんさんとも当たったんで、言うてね、やっぱね、同じタイミングだと回るんですよね。うん、いつもその練習は、もう相手が決まってたんでね、なんでみかんさんに、こいつはこういうデッキを使うから、こうこういうのを使ってって言って、みかんさんが OK っつって、あの人何でも使えるんで、それで練習をしてたんですけど、まだね、世界大会に向けての、その、なんだろう、もう相手が決まってないですよね、まだ。うん、なんで、その、なんていうんですかね、もう自分のね、力を上げるしかないみたいな、底上げするしかないから、ひたすら回すしかないみたいな感じで、割とね、今も時間見つけてやってる感じなんですけど、ボツになったら、その日の動画1本減りますね、マジで。であとね、まあ、ラットとか、そういう上手い人にも頼んで、もう今は対策、相手の対策をするってよりも、ひたすらやって、もう自分でなんだろう、立ち回りを見つけるというか、まあ、なんていうんですかね、単純にやってたら、あれじゃないですか、マッチングおっせえな。単純にやってたら、なんだろう、まあ単純な話ですけど、ずっとやってるとね、ああいう 2.6 とか 2.9 クロスとかには、ゴーストとかユーノの受けが、アイゴレしかいないから、アイゴレ切ったら、逆サイドに投げるっていうのを、ああいうのは本当にもうめちゃくちゃやったら気づくもんなんですよね。そう。だから逆にその後ろからゴースト流せば、相手がクロス立てて、ペッカで受けて、相手がそのペッカの防衛、お、テンちゃん来た、やば、よっしゃ、これやんなきゃな。よしよし、これやばい、これやばくないですか、マジで。合わせたとかじゃないかな。あいつ確かね、穴掘りスキャラとか使ってたんですよ、確か。確かね。いや、あいつ絶対そうだ。絶対そうだから、これは阻止しなきゃいけない。で、なんで、吹き矢は温存しなきゃいけないんで、小島は、逆サイ流す。はいはいはい。ここは吹き矢出さざるを得んな。
いや、ちゃうな。それはちゃう。オッケーオッケー。あ、避けた。あ、くそ。よいしょ。やばいな。これ受けるな、マジで。いや、動画内だからな。絶対負けらんないもんな。穴掘りの好きなんですよね。これが実は知ってんだよな。知ってんだよな、そんなの。俺がポイズン握ってるってまだ知らないと思うんで、これはまた墓石が来るな。なんで普通に墓石とメガゴをライドラで、墓石のスケとね、メガゴをライドラでしばき倒していくって感じで、ポイズンは絶対打っちゃダメですね。これは打った瞬間もう穴掘りスケラーとかやられるんで。でもってこれアイスイズかな。うん、だよね。よいしょ。オッケーオッケー。これは吹き矢が使えるから、これケツペッカーっすね。もう2倍にも入るのと、相手がポイズン使ってスキャラ打てない状態なんで、あ、ケツペッカー。相手が今2枚ぐらいかな。そう、あと1枚でドルババ回るかな。これでポイズン打っちゃうんですよ。打っちゃって、オッケーオッケー、それは回る。いや、マジでやばい。これちょっとやばい。これ止まったらマジでやばい。とりあえず回したんで、よし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 。これスキャラ防いだんで、またケツペッカーっすね。これはゴレとかジャイと同じ要領で、相手の主戦力を、まあ防衛したらケツペッカーをできるっていう。今ペッカー切ってからユーノ切ったのが割と大きくて、ペッカーがまたね一個回転が速くなるんでね。これはめっちゃ奥底に投げるっすね。これ相手はポイズンで処理するしかないと。はいはいはい。ここら辺にライドラ投げて、これユニットでいけるっすね。に来ると思うんだけどな。はい、来ないですね。よいしょ。あいつやってる、あいつやってる。よし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 。これはどうすかな。とりあえずケツペッカかな。ケツペッカして、でもね、こっちも攻めあぐねるんですね。攻めあぐねしちゃんなんですよ。だから、でもあいつがキング起動したんで、ここは本当に何だろう、攻め急がなければ勝てるのかなという感じではありますね。はい、拾っていく。はいはいはい。そんなのね、そんなことした日にはですよ、それは攻め急いでますねと。ああ、そんなポイズンまでやったらこれ墓石置くしかないんで、あれなんですよね。こっちが通る、こっちの攻めが通る。よいしょ。これライドラ足して、はい、はい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 。めちゃくそミスってるやん。一番やっちゃダメでしょ。穴掘りつけらでキング起動って一番やっちゃダメでしょ。よいしょ。ということで、まあ天狗としばき倒して美味しい宝箱開けますよという感じで。いや、美味しいですね。天狗と本日2回目ですね。まあ、さっきも当たって余裕だったんですけど、はいはいはいと、マグラチャレの宝箱開けていって、まあね、さっきみかんさんにもね、こうやってね、勝ったんですよね。どれだっけ？いた。みかんさんにも倒して、その前にもてんちゃんと当たって、どこだ、てんちゃん。いるかな？あれ、いね、いないわ。あげたんだよな、さっき、リプを。どこだっけな？あれ、あ、いた。俺かな、やっぱり、つって。あげたんだよ。そう、れんちゃん今日本日2回目っすね。じゃあこれで、どうしようかな。文章何にしようかな。やっぱ俺かな、でいいか。よし。れんちゃんマジウケるわ。
キング起動はマジ悪い。まあそんな感じでね、まあ本当にそうですね、もう割と傷も癒えてきた頃なんで、また練習に一日中ね、今練習に励んでいるんでね、まあこんな感じで楽しみながらもね、やっていければなと思います。ということで、まあ次の動画もね、なんだろう、何に出そうかな、今ライドラの、あれ出そう、 OK 決めた。ということで、次の動画も撮っていこうと思います。ということで、毎日ね日本投稿してるんでね、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ということで、まあ世界大会控えて練習も頑張るんでね、ぜひよろしくお願いします。ということで、今日は辺でお疲れ様でした。バイバイ。